まあとりあえず第一形態はこんなもんか。いや意外と慣れれば簡単だな。オッケーオッケーで第二形態よな本番は。見せてやろう我の誠の姿。オッケー。とりあえず第二形態クリア。で、今度第三だよな。こっからがむずいんだよ。まあ、ただ盾を落としたから、こっからはだいぶ攻撃がしやすくなるっていうメリットあるけど、この盾戻しがめんどいのよ。でね、ちょっとついさっき気づいたんだけどさ、セティアの必殺技ピンク台風ってあったんだけどさ、あれってセティアの MP 使うんだね。だからあんまり回復とかにさ、こう MP 使わない方がいいということに気づいたけど、これどうすんのがいいんだろうな。これ逆にも当たる？当たり続けて盾壊れないようにするっていうのもありかな。もしかしたら来たな。これのやり方もなんとなく分かった。横方向よりも縦方向にとにかく振りまくった方がいいことに気づいたから、こうだ。どうだ。あれあいちょああいあいあうんなんかあれあれあれあんまりあんまりあんまあれあいなんかあい気づいたみたいなこと言ったけど、あんまりいやまあ30だった。まあ100くらいで抑えられるかな。いやこれマジむずいんだよな。連続で早くやりすぎちゃうと死んじゃうけど、やっと、あー死ぬか。これきついよな。よし剣も落とした。第3形態クリアで、こっからこれでラスト、これクリアしたら多分勝てる。さあこっからとりあえずノーカットでいこうかな。ここまではまあさっきまで見せたところだったからあれだったんだけど、あこれやばい、これやばい、これどこ食うか分かんないからさちゃんと見ないと。オッケーオッケー、動く石像パターンに、いやこれやばい。オッケーオッケー、ここ真ん中にやればいいのか。オッケーオッケー、まあ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 、で回復をちゃんとしないとマジでいつ死んでもおかしくない。世界一の雫はね、まあ、ギリギリまでとりあえず使わないでおきたいところではある。世界一の歯も一応2個あるから、まあ最悪これでなんとかなるし、魔法の聖水もあと1個あるから、それでラスト MP 回復でピンク台風使えるって感じだから、なるべくでも回復はね使わないでおきたいところ。さあこれはね、まあ、とりあえずやり方はなんとなく掴んだけど、あっぶねえ。なんとなく掴んだけど、こうね、まあ、とりあえずもう早めに切る。もう、なんか、もうギリギリとかじゃなくて、もうここら辺の段階で切っちゃっても、なんか命中するから、なんとでもなるの。で、何言ってか全然聞こえないけど、あ、忘れてない。オッケーオッケー。もう遠くの段階でやっちゃう。遠くの段階で、どこ？やばい、すいませんでした。いやもうこれ世界一の雫、使っていいな。ここまで減ったら、使っていい。で、これね、これ壊せたらだいぶ強いんだけど、今ちょっとだいぶ食らっちゃうよな。うん、これはしょうがない。ただ、何個かを反射することができれば、どこ、わかんない、こいつマジで。こいつの動きがわからなさすぎる。くっそ。まあ、でも回復はもうでもしないとダメ。これで、なんか回復ひよって使わない方が、やられちゃったらもう本末転倒だから、世界一の歯も最終手段。さあどうだ？ここね。はい、オッケー。ガードする。で、攻撃する。ここでとりあえず一旦、まあ、隙はできる。で、ここ。はい。このもう遠くの段階でやっちゃう。もう全然こっち来てないじゃんみたいな段階でも十分なのよ。これで。まあ当たんなくても最悪いいからね。で、これね。これがもうめんどいわけよ。オッケー。オッケー、来た。お？あ、いけた？いけたか？頼む。終わって。よし、終わりよ。オリハルゴン？オリハルゴンここってことは終わらないぞ、このゲーム。だって、最終進化のために必要な、あれだもん、多分。よし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 。バカな人間などに、離れ。しかし、嘘だろ。あれは不死身な。いや、もうこれ以上やめてくれよ。そうだわ、ヘッジ。あ、そう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 。封印の仮面よ。なんか忘れてたの、みんな。封印の仮面だと。もっと早くつけた方が良かったと思うんだけど。封印の仮面は貴様たち自ら壊したはず。なぜだ。まあ直せたんで。まあ直せたんで。作れるんだったら直せるでしょう、ディオン。さあこれでどうだ。もうそのまま封印。そんな簡単に。そんな。何？今の！とどめを刺せ！バウド、その命令系やめろ！これは、とどめを刺せ！行こう！切れ！勝ったの？結構あっ
さりだったけど。ついにやりましたね。めっちゃカメラ目線じゃん。ああ、今度こそ魔王は滅びた。兄さん、兄さんめっちゃイケメンだよ。兄さんめっちゃイケメンなのよ。恋しちゃいそうなの、あまりのイケメンさに。いかん、この城はもう崩れる。脱出するぞみんな。どうやって脱出すんの？脱出方法がよくわかんないんだけど、ていうか全然考えてなかった、全然考えてなかったけど、どうやって脱出すんの？すごい不安そうな顔してるけど。こっちです、急いで。魔王城ってなんかすごい浮遊しながらこっち来ちゃったからよくわかってないんだけど、なんかエレベーターとかあんの？ああすごい、すごいやばそう、すごいやばそう。おい、しかも一人担いでる状態だからだいぶ厳しそうだぞ。いけるか？不安だな、すごく不安だ。ディーンだけお前すごい先導してるけど、みんなで持ち上げた方がいいと思うんだけど、お前だけちょっと楽しようとしてない？ああ、え、仮面、仮面ちょ、あ、どうしよう、あ、あ、あ、ど、どうしよう、どうしようみたいな、ま、迷っちゃってる。ああ、えー、本当に大丈夫？仮面落としたことでなんかみたいなないかな？ん？おお、なんで主人公は毎回ラスト近くになるといつもちょっとやばそうになるん？ちょっとやばそうに、ああ、みんなー、無言だけど、いつも通り、動じてないけど主人公全然真顔。やば、あ、死んだ。あー、大抵のゲームでこうなる。ありがとう。でも大丈夫、エッジ。絶対に離さないから。お、よかった。いや、これでもだいぶでしょ。これは A もらえてもおかしくないと。A ですね。A なんですよね。いや、これはもうだって、あれで A じゃなかったら何が A なんみたいな跳ね返すのよく、ああ、これはあれか、リリパッドとかの時のやつか。さ、A ランクのご褒美と。こっから先あるのかな、クリア後みたいな。そうだよね。この海で一番最初とか、うわーって言って、モンスター化しちゃってたわけだもんね。兄さんが。兄さんがめっちゃイケメンなのよ。凄まじいほどの。もう引いちゃうくらいイケメン。こんなイケメンな人がこの世界に存在したんだってくらい。ああ。あの時のね。兄さん、お揃いだね。お、え？ニヤニヤすな、バウド。すっごいニヤけ顔。こうして、世界に平和が戻りましたとさ。明らかにでもあの仮面落ちるやつが明らかに平和にならなさそうな落ち方してたけど大丈夫？お、母さん、母さん、ついに魔王は滅びたというのですね。滅びました。でも復活はするんじゃないの、いずれまた。はい、やりましたよ母上。僕たちはもう魔王に怯えることはないのです。だってあの石板があるってことはさ、石碑だっけ？あるってことはさ、多分何億年かとか、まあ結構後になると思うけど、まあ復活はするんじゃないかな。色々苦労はあったがな。魔王によって失ったものは大きい。じゃが我々はこうして生きておる。まあでもあの復活したジェイムほぼ何もしてなかったけどね。あんまりそんな被害を出さなかった。多分一回バウドと戦う前はね、だいぶ被害出たと思うんだけど。大臣の言う通りです。私たちはこれからを大切に生きていこうではありませんか。まずは今日のことじゃな。
宴の用意をしてあるぞい。今夜は楽しもうではないか。未成年でもなくなったしな。さすが大臣、手回しが早いですね。兄さんも呼んでいいよね。まあダメなことはないよ。もちろんですよ、セティア。ポルグも魔王と戦ってくれていたのですから。それじゃあ早速宴に繰り出すとするか。お酒のことなってか嬉しそうだな。お前そんなキャラじゃないだろ。ふーってめちゃめちゃテンション高いじゃん。ん？あ、こっからじゃあ宴に行くってこと？母さん、ユース、あなたには感謝の言葉もありません。あなたがいたからこそ魔王を倒すことができたと言えるでしょう。これからもこのアルソード王国のためにあなたの力を貸してくださいね。そらまあそうよな。僕がもうほぼ僕のおかげみたいなところあるもん。おいユース、お前はこの宴の主役なんだ。ちゃんとみんなに挨拶して回らないといい。あ、そうなんだ。みんなに挨拶できるんだ。あー、なるほどね。本当にじゃあ、あ、でもこれで終わりそうだな。この後みんなと話してエンディングみたいな、なんか散らかってない？ゴミが、ゴミかと思った。あれか、あの、花束じゃなくてなんだ、あの、くす玉の中に入ってるやつみたいなやつか。いや、ユース、お前やってくれと思っていたよ。さすがバウドさんの息子のだけあるわね。お、セティアシスターと一緒にいんじゃん。エッチ、これからもこの町で暮らしていくんだよね。エッチじゃない。私もまたこの町に住むことにしたから、これからずっと一緒だね。ああ、じゃあもうみんなと一緒なんだ、これからは。セティアさんは今日からまた教会で働いてくれるそうです。セティアさんならきっと伝説に残るシスターになってくれますよ。ついに魔王を倒したか、ユーシス。ふふ、どうじゃ、もう一度わしと。あ、ええ、戦えんの？え、でもちょっとま、あの、どうしようかな。今戦ってさ、終わったりしない？ちょっと、一旦待って。一旦待って。ほほほ、冗談かい。いや、これ入ってしたらどうなったんだろう。普通に冗談じゃい言われたんかな。魔王を倒すような勇者の相手はいくらわしでもきついわ。ちょ、ナッチ老師と本気の戦いしてみたかったけどな。うひやひや、どんどん持ってこい。嬉しい時の酒は別腹だぜ。ひひひひ、うるるるる。入っとるやないかい。おい、お前そのマスクの中で入ってんじゃん。お前あれかな、一番最初の MC やってたやつかな。お疲れさん、ユース。魔王大使とはまだ把握がついてるな。これから勇者様とでも呼ぶことにするかい。この世界で勇者の定義って何なんだろう。あの、なんかみんなを率いたリーダー的な感じなのかな、魔王を倒すときに。やあ、ユーシス君、楽しんでくれていますか。なんくれてますかって、お前酔ってないか。いや、ご婦人方が僕を話してくれなくてね、困ったもんです。今までディーン王子にはそんなに興味がなく、もう失礼すぎんか、そんな人目の前で。魔王を倒しちゃうなんてすごいわ。これはもうアタックするしかない。お前王子だぞ、仮にも。ディーン王子、さすがにお前舐められすぎだって。魔王を倒したからやっとって。この王子様ったら、なんと魔王までやっつけちゃったんですって。自分の村に帰るのは後々、もっと王子様とお近づきになっておかなくちゃ。僕も倒したんだけどな。僕には興味ないねってこと？ありがとうよ、ユーシス。うちの人の仇、あ、この人、え？うちの人、やられてたん？知らなかった。ごめん、その話。うちの人だけじゃない。きっとみんな、あんたに感謝しているはずだよ。ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。そして、兄さん！ユース、君には妹のことを含めて、本当に世話になった。僕はこれから、償いの旅に出ようと思う。一人、いや、償いの旅とかいいって、お前だって。あれでしょ？なんか、呪われてただけでしょ？そんなこと言ったら、バウドもやんなきゃいけなくなっちゃうよ。セティアのこと、これからもよろしく頼むよ。だって、バウドとね、兄さんの違いって、弱かったか強かっただけでしょ？言っちゃえば。だったらもう、バウドの方が先般みたいなところあるからね。あの時点で、あの封印の仮面に気づけなかった。ついに魔王を倒したか。これさ、ハイにしたら、普通に冗談って言われんのかな？あ、冗談か。いや、ナチロー氏と戦いたかったけどな。だって自分の右下、左下か。ナチロー氏からしたら、左下にさ、キョーって書いてんだよ。わし強いですよって書いてんだからさ、そらまあ、自己主張そんな激しかったら、まあそら強いでしょ、みたいな。あ、まだみんなと話してなかったっけ？え、でも他になんか話してない人いた？あ、こっち行け。あ、行けないな。どうぞ、ちょ。なるほどね。バウドに話しかけたら OK ってことか。まあ、一応全員と話しかけたから OK だね。まあ、なんかあったら本当に申し訳ないけど、多分みんなと話したはず。それじゃあ最後にもう一仕事言っとくか。町の者たちが魔王を倒した勇者のご登場を待っているらしいぞ。勇者ってのはもちろんお前のことだ。ほれ、言っといて。バウドとかセティアとかジーンとかも一応戦ったんだけどな。僕だけでいいのかな。セティアたちと僕の違いがよくわかんないんだよね。一緒じゃねって、やってること。みんな勇者じゃんみたいな思っちゃうんだけど。
おー、すごい。こんなにこの街人いたの？すごい人口密度。え？なんか、モブキャラみたいなやつがいっぱいいる。手開けてるだけの。どうしたんです？みんな、君の言葉を待っているんですよ。やっぱ僕なんだ。魔王をやっつけたぞとか、そう叫びたいんじゃない？セティアもな、だいぶ勇者に近いけど。いや、言葉はいらないだろう。その剣をかざせ、我が息子よ。あ、さすが、さすが父さん。父さんが倒した時もきっと剣を突き上げたんだろうな。言葉はいらねえって、かっこいいぜ父さん。これがドラゴンクエストソードです。まあ、これ使って倒してないんだけどねこれ使って倒してないんだけどね。僕が使ったのは稲妻の剣ですけど、まあこれもちょっと、まあまあまあ、マグマ切ったし、マグマ切るのに使ったし、一応見せとくか。さあ、これでドラゴンクエストソード、まあとりあえずクリアにはなったのかな。まあ、クリア後があるのかどうかはちょっとわからないけど、まああるにしろないにしろ、とりあえずストーリーはこれにて終わりと。いやー、まあ確かに短いって聞いてたけど、まあまあまあ、そこまで思ってたほどボリューム少ないわけではなかったね。うん。まあただ、だいぶサクサクと進める感じにはなっていたけど、ドラゴンクエストソード、スタッフ。まあもうちょっと長くても、個人的には嬉しかったというかね。うん。やっぱこういう、他ではないような感じだから、もうちょっと他の島行くみたいな旅の様子とかあっても面白かったかなとは思うけど、まあまあまあ、でも、この魔王を倒すっていうストーリーとしては非常に良かったんじゃないかなと。あ、これさっきの仮面か？僕たちになってる。でも、まあ、ディーンと、まあ、特にディーンは何もしてないけどね。うん。まあ、実質セティアと僕だけでいいんじゃないかな、みたいな。なるほど。まあ、でも、あの仮面つけてる状態で最後のほんの数秒だったけど、だいぶ勘違いされないかな。この後世の人たちに、あ、この仮面つけてるやつが魔王なんだみたいな、同じ過ちを繰り返しそうだけど。さあ、ただ、これで、魔王も倒して、ハッピーエンド、めでたしめでたしということかな。さあ、この先まだなんかあるのかな。これスタッフロールが流れる的な感じかな。あ、そうだね。キャスト、セティア。なるほどね。あ、また、よく見たら傘のところにも、今日って書いてあったんだ。めちゃめちゃ主張激しいじゃん。やっぱ自分強いですよ、アピール。いやーねー。ディーン、もうちょっと使ってあげたかったな。ディーンはなー、父さんとかね、まあ、かなり、まあ、途中のところは強くて使ってたけど、まあ、最終的には結局セティアゲーになってしまったな。魔王ジームって山寺宏一なん？何でもできんな？あ、切れる。待って、今初めて来た。あー、みんなごめん。写真を全然見れない。まあ、ただ、ここら辺ボスとかね、なんかいたなーって感じだけど。はいはいはい。なるほど。ここら辺まだセティアとかがいなかったし。写真切るのってあんま良くないんじゃないか？ねえ。あんまりマウスポインターとかないのか？あ、ゴーレムね。いたね。ゴーレムはそんなに強くなかったけど。はいはいはい。だからゴーレム的な、あ、動く石像が最後に使ってたのは、まあ、動く石像とゴーレム合わせたみたいな攻撃方法とかも使ってきて、最後の魔王戦やっぱり強かったに、そう考えると。さあ、そしてセティアと初対面と、ここから魔王ブランド主張が始まったあれね。セティアの気に入ったのかわかんないけど、あの仮面を見るたびに、魔王ブランドがうんぬんってすごい言い始めるっていう、あ、サイレスアに初めてのゲームオーバーを味わった、あいつだったけど、まあ、今考えたら、まあ、そんなに強くなかったのと、うん、あの頃やっぱドラクエソードに慣れていなかったからね。さあ、そしてここでまさかの、バウドが仲間になるという、そして、兄さんがこんな、怪人になっちゃってて、最初気づかなかったもん、さすがに、あれなのかなって、なんか、母上が、あの仮面被ったせいになったんかな、みたいな。でもあの仮面がね、封印するためだったものとは、さすがに見当つかなかったわ。で、光の塔か。あ、もう光の塔。早くね？もう光の塔で、終わっちゃうよ。はい、魔王ジェイムが現れて、で、もう、そうよ。仮面終わっちゃって、バウドが、え、綺麗とか、すごいパワハラ発言されたせいで、間違って切っちゃったと。まあ、あれがなかったな、正直。こんなめんどくさいことにはならなかったと思うんだけど、もうすんなりと、あのマグマのところ向かっていけば、ね、全然いけたな、みたいな。あ、でも、そっか、マグマ切るためには、結局、なんだっけ、
なんだっけ、覇者の剣か、あれが必要だったから、まあ、結局は行かなきゃいけなかったわけだけどね、光の塔の後に。さあ、そして、そう、また強アピールをしていく。で、まあ、結局、覇者の剣は全然使わなかったんだけども、稲妻の剣ゲーなのよ、結局。てか、稲妻の剣が多分さ、クリアまでの間だったら少なからず一番強かったわけだよね。オレハルゴンが最後に手に入ったから、覇者の剣の強化版はその後手に入るって考えると、多分、覇者の剣が最強武器にはならないんだよね。なんかそれいいのって、ちょっと思っちゃったけど。せめてなんか覇者の剣の強化はしたかったなと。少し思いつつのマグマを切る。そして、もう魔王城だね。いやー、魔王城から急に難易度跳ね上がったな。今までまあ、難しかったけど、いや、もうちょっとあそこで、回復とか、やったらいけたな、みたいな、そういう感じでね、いけてたな、みたいな後悔であったにしろ、まあ、ちょっとやればいけたみたいな感じだったけど、この魔王城から急になんか激ムズだってさ、アトラスみたいな機械と、魔王戦が強いでもそらそうなんだけど、そして兄さんがあまりにもイケメンプリに僕は惚れてしまったわけだけど、そして魔王ジェイム、思ったよりブサイク。ただ、あの魚形態と比べたら、まあそうでもないなと。さあ、そして仮面を使って封印しましたと。まあ封印の仮面はあれだったのかな？結構弱らせてからじゃないと弾かれちゃうみたいな、まあそういうことだったのかな？だって、もっと早くやってもよかったとかなっちゃったわね。もうあった時点で封印の仮面です、ピカー、カチ、あー、体が石化で終わってたもんな。それだけの話だったもん。さ、そして妹と兄の再会、一切使ってない覇者の剣をみんなに見せて、本当は使った稲妻の剣は隠し持って、2007年、そんな前だったんだ、14年前、嘘、わあ、いいね。ウェーイ、一人だけテンション高いのよ。ディーン、お前いいキャラしてんな。全然使ってなかったけど、ジ・エンド。いい写真じゃん。お、で、こっからね、なんかあるのかなって気になるところであるけど、どうしようかな、とりあえず続けてやろうかな。あ、星マークついてる。そうだよね。なんかドラクエ系ってなんかクリアすると星マークつくっていうのがなんかたまにあるけどさ、これもそうなんだ。じゃあ、まあ、これでクリアしたセーブデータになったわけだから、なんかあるのかな？なんもなかったら多分ここカットしてる。あ！よう、輸出、待ってたぞ。ちょっと話があるんだ、聞いてくれ。街で気になる噂を耳にしたんだ。この街の奥のホラー穴に謎の石板？謎の石板？え、ドラゴンクエスト7始まった？その石板から、これまた謎の鏡が現れ、謎の鏡？ラーの鏡？魔王も退治しなきゃならねえが、どうもその鏡、魔王も退治しなきゃならない？もう何を言ってんですか、一体。ちょっと待って、よくわかりません。僕は今何が起きてるのかよくわかってないんだけど、何？僕は過去の世界に来ちゃったの？今、どういう段階？魔王を倒す直前の話、これってもしかして。あ、そういうことか？まだ魔王を倒してない設定になってて、あ、もう完全にそうだわ。完全にあの暗い、あ、じゃあ、魔王を倒した後のストーリーっていうのは別にあるわけではないけど、魔王を倒す前にまだできますよみたいな感じか。なるほど、そういうパターンか。魔王ジェームの決戦って言ってんもんな。だからまあ決戦はせずに、どうなの、新エンディングに行けるみたいなことはないのかな。それと普通になんかおまけ要素みたいな感じで、なんかやるだけなんかな。あ、街の奥のホラー穴ってそういうことか。外のマップじゃなくて、この街に確かにホラー穴あった。あった！ホラー穴。そうだ。なんか、後に来てくださいみたいな感じに言われてたような気がする場所があった気がする。なんか小さなメダルこの間交換したと思うんだけど、その近くにあるホラー穴だったはず。で、あと、一個やりたいこととしては、やはりね、武器強化よ。光の剣に確か強化できるんだっけ？ちょっとそれやりたいけど、あ、ちなみにこれってこれ以上、あるんかい。雷鳴剣、雷電さんあ、ライデンさんさすがに、でもライデンさん結構もうすぐ行けそうだな。あれ？もうちょいで行けそう。こっちはいけんのかな？あ、いけるね。じゃあこれはとりあえず強化して、まあ光の剣にしておこう。これはもうさすがにしないことにはね、もったいないもん。まあ多分、最終強化は、この光の剣系の方が強いんだと思う。ライトニングヘブン。ライトニングヘブン？で、まあ装備するんだけど、でよ。こっからさらに強化できるんだとしたらどんなもんなのか。あ、ええ？
竜神王知ってるよ、天空の剣知ってるよ、王者の剣。あーでも天空が一番攻撃は高いね。で光の剣はなんだ、光の剣は金塊と、そういうことか、武器と武器の強化。あーそしてこっちはじゃあ、これは多分氷系であるんだろうね。その今使ってる雷、今使ってるのは雷だけど、それと他に炎と氷もあったから、それを一緒に合体させると使えるようになると。まあ、火力はでも天空が強いけど、どうなんだろう、王者の剣が強くあってほしいという気持ちはあるけどな。まあ、ただ雷鳴拳雷電をもうすぐ作れたじゃん、さっき見た感じで。あと金塊が、あと金塊2個と普通になんか強化とかに使うような素材を、まあ、5、6個集めれば普通に作れそうだな。一応こっちの火力はいくつだっけ ?82。ああ、じゃあ、王者の剣だいぶ強化されんな。はいはいはい。ああ、でもやっぱさすがに光の剣の方が5攻撃高いから、こっちの方が絶対強いな。なるほど。まだまだやることはあるぞいと。そういうことか。ここよ。ここで、なんか、どうなんだろうな、これってもともとこんなんだったっけ、あの光とかって。ちょっと待って、一回読もうか。これなんて書いてあったんだっけ。あ、これだ。これが、へえ、何これ、なんかいる。なんかすごい強そうなやつがいる。あ、この4つクリアしたら、なんか道開けみたいな。強き者に古の恐怖を与えよう。4つの鏡に打ち勝ちしとき、さらなる恐怖が目覚めるのだ。なるほどな。いや、ちょっと待って、今ね、アイテムがむちゃくちゃ枯渇してんのよ。あん時に使いすぎちゃった。これが、あーん、これ彷徨う鎧臭くないか。彷徨う鎧っぽいけど、ただちょっと違うのかな。で、これは、これは、あ、これ完全にキングスライムじゃん。キングスライムとかもう余裕じゃない？必要剣振動。剣振動ってなんだ？今一応392だから、ちょっと少ないとは思うんだけど。で、これが？あ、これアトラスじゃね？アトラスがなんかコンボを持ってるみたいな感じかな。あー、なるほど。まあ、これはとりあえずじゃあ順々にやっていきたいところであるけど、まあ、今回はここら辺で終わりにしようかな。んで、次回あたり、まあ、ここら辺のボスラッシュやって、まあ、なんかここの謎の空間が開いて、で、裏ボスに行けるみたいな感じなのかな。まあ、ここ結構気になるから、そこもやっていこうか。ってことで今回はここまで。バイバイ。